はい、皆さんこんにちは、福島民放高橋俊明競馬の話は今回が32回目ということです、ね、これ撮ってるのは金曜日ですけどもね、もう今全国雪ですね、福島も降ってますけどもね、あっという間に白くなりましたけど、ね、都内がね雪の騒ぎになるとなかなか一気に雪の話題になって大変ですけどもね、まあ、ちょっと競馬の開催 ね影響がなければいいなというふうに思ってます。はい、じゃあまずは先週の振り返りからいってみましょう。東京新聞杯ですが、はい、じゃん、収穫ありということでね、波揺れですね。はい、惜しかったですけどもね、2着でね、ウィンカーネリアにまんまと逃げ切られましたけども、まあこの日の東京はインコースの先行馬が本当に残る馬場でしたからね、まあしょうがない。でも波揺れとしてはね、スタート決めて外枠から5番手ぐらいにつけて、まあ高野先生もこんなに上手な競馬ができたのは初めてだっていうぐらいでね、で、まあ、56キロ背負ってましたけどもね、最後追い詰めてということで、もう本当に惜しい2着でしたけどもね、高野先生曰く、勝てなかったこと以外は全てうまくいったと本当ですね、勝てれば最高でしたけども、ただ今後に向けては非常に収穫の大きい一戦ということでね、おそらく春の大目標ビクトリアマイルということになると思いますけれどもね、これに向けて非常にいい競馬だったと思います。はい、続いては如月賞ですけども、これはじゃん、絞っちゃいけないということでね、本命フリームファクシー対抗オープンファイヤーで一騎打ちということで、まあフリームファクシー道中はね少し行きたがる面があって、まあそれでも我慢して最後オープンファイヤーすごい足使って、まあね2頭の一騎打ちということでフリームファクシーしのぎ切って勝ってオープンファイヤー2着で、ここまでは良かったんですが、あと狙いを絞ったロゼルが4着、レミージュが5着ということでね、3連単とかでね2頭に絞るなんてことしなきゃいいんですよ。別に生まれん行ってんでも馬単行ってんでもいいんだから。だし、まあ馬連と馬単買った上で3連単は2頭と言っときゃいいのに、3連単だけにしちゃうからいけないんですよね。はい、ちょっと反省しました。絞っちゃいけないです。ちょっと逃げ道探しときますかちょっと男らしすぎたかなと思いますけどもね、まあフリームファクシーもオープンファイアもね、クラシック候補というレース内容を見せてくれましたしね、まあ、この先楽しみという結果だったと思います。はい、はい、今週のトピックスはまずこちらですね。はい、お疲れ様でした。そしてもう一つは未来へということですけどもね、まあ、2月の末になってきますと、引退する調教師ジョッキーね発表になりましたけども、まあ、なんといっても福島は、大江原聡調教師、2月いっぱいでということになりますけれどもね、騎手として障害の名士でね活躍された方で、障害で通算130勝だったかな、挙げてます、中山大障害3勝という名士でしたけどもね、調教師としても、298勝ということでね、まあ、とにかく、弟さん大江原隆さんも障害騎手名士として鳴らしましたし、息子さん調教女子、甥っ子は大江原慶騎手、そしてお孫さん、ヒロさんは今ね女性ですけども競馬学校騎手課程に在学中ということで、もう本当に競馬一家なんですけどもね、そういった意味では2月いっぱいでということになります。ぜひね最後は取材していきたいなというふうに思ってます。それから、競馬学校の卒業式、そして新規騎手合格者発表がありました。こちらはね、6人が合格で2人が女性騎手、川原田奈々さんと、小林美樹さん、これが3月にデビューということになります。これでね女性騎手通算12人、現役は6人ということでね、まあ現役6人すごいですね。6人一緒に乗るという機会も出てくると思います。まあ、藤田奈々子騎手がね切り開いた道がこうして実を結んで、女性騎手どんどん増えてくるというのは非常にいいことだと思いますね。まあ、とにかくみんな減量ありますから、大きいですからねやっぱりね、そういう意味ではね頑張ってほしいなと思います。それからね、余談ですが、競馬学校の卒業式行ったついでといってはなんですが、騎手課程まだ1年生ですけどね、在学中福島市出身の遠藤達樹さんともね、ちょっといろいろお話してきました。競馬学校の生活は毎日楽しいですということでね、本当に馬に乗るのが楽しいということで、身長もね2センチ伸びましたと言って162センチまでなっててね、
最初あったのは130センチぐらいでしたからね、ずいぶんね小学校の時から比べたら大きくなったな、大人になったなっていう感じしましたけども、まだまだ課題たくさんありますけれども頑張ってますということですからね、順調にいけば2年後にジョッキーになりますけどもね、成長を楽しみにしたいというふうに思います。またね何かの機会があればここでお届けできればというふうに思ってます。はい、今週は重賞が3つあります。盛りだくさんですからね、まずはこちらからいってみましょう。共同通信杯ですが、こちらはじゃん、ダービーへの夢ということでね、まあ素質は揃ってますけれどもね、最近はねやっぱりここからクラシックという結果が出てる馬も多いですよね。トライアルよりもやっぱりゆったり感覚が取れる、そして東京の長い直線の 1800m で結果を出した馬がクラシックに直結するということで、そういったレースになってきます。まあ、ここはねたくさん今いますけれども、まずはね、注目は国枝調教師の、ね、悲願のダービー制覇へ向けてのダノンザタイガー国初戦ということになります。トースポ杯2歳ステークス外からね迫りましたけれどもね、まあガストリックとは、内外コース通ったコースの差かなというふうに思います。ハーツクライ3区で非常にスケールが大きい、非常にこういい成長曲線を描いているということでね、国枝先生も手応えを持っています。1週前に乗った川田騎手はなかなか辛口だったんですが、これね期待が大きいからこそ、いい意味での緩さみたいなのがあって、それがまだまだこれから先伸びていく、逆に伸びしろを感じさせるということだと思うんですね。非常に馬っぷりもいいですし、まあ、それでも僕ら見てると一周前の動きなんか惚れ惚れするような動きでしたから、国枝先生もそうなんだよ、やっぱ川田はね一流だからやっぱそれだけの、自分の基準を持ってると思うんでね、俺たちはいいと思ってんだけどねっていうようなことをね先生もおっしゃってました。今まで牝馬はねアパパねワーモンダイと三冠牝馬が2頭もねいる厩舎なんですが、なぜかオス馬のクラシックに縁がないということで、まあでもね、今までやってきたオスマの中ではもうここまでの中では今まで一番だろうなって、それだけの器だ、弥生賞を勝って皐月賞4着だった神の笹原っていう馬がいるんですけど、先生笹原以上っつったらもう文句なしこっちの方が上っていうくらいね、それだけ期待をしてる馬なんでね、やっぱここはあっさりいってほしいとこなんだよなって、そのぐらいじゃないとダービーはということだし、まあ逆に言えば今順調に伸びてきてるんで、ダービーの頃にまだまだ伸びしろがあるだろうなという、そういった楽しみもあるということで、ね、ここはダノンザタイガー注目したいというふうに思ってます。相手がタスティエラでね、これはジャパンカップの日の新馬のむちゃくちゃ強かったですね。里のクラムサークルなんですけども、まだキャリア一戦ですけれども、本当に末足も素晴らしかったですし、あれはやっぱりこれは大物だなっていう勝ちっぷりでしたから、やっぱりこの馬もここに向けてきちんと仕上げてきましたしね、堀厩舎やっぱりここのレースを使ってくるのが非常にうまい厩舎ですしね、クラシックに向けて結果を出したいところじゃないかなというふうに思います。3番手はレイベリングでね、新馬勝ったばかりで朝日は挑んで3着でしたけどもね、ちょっと仕掛け早かったかな、成功を過ぎたかなというところはありましたけれども、まあ競馬ならば文句なしというところですしね、初戦勝っている東京ならというところだと思います。それからね、ホープフルステークス内々で詰まってちょっとね不完全燃焼に思われているファントムシーフですとか、阪神 2000m の新馬で圧勝しているタッチウッド、それから京都2歳ステークスで不利があったシタールビンとの巻き返し、あとはねロードプレイヤー田辺騎手乗りますけれどもね、非常にいい決め手があるんですが、田辺騎手はちょっと辛口でした。辛口の田辺はいいだろうっていうところはあるんですが、いい感じの辛口とちょっとなっていう時の辛口があるんですよ。やっぱりちょっと状態に関してね、追い切り乗った感じがまだちょっと不満が残るかなという感じでしたから、これは少しやっぱり控えめの辛口でいいんじゃないかなということで、まあそれでも白三角がつけましたけどね、この7頭非常に面白い競馬になるんじゃないかなというふうで、ね、注目してます。クラシックに向けてレース内容含めてね、皆さんぜひじっくり見てほしい競馬です。はいはい、続いては京都記念、こちらも注目のレースですが、じゃん一騎打ちということでね、まあ、なんといっても、ドーデュースとエフフォーリアの初対決というところが注目ですけどもね、まあどちらもやっぱりこう完全復活をかけてというそんなレースになるんじゃないかなと思います。まあドーデュースの場合にはね凱旋門賞19着でしたけども、まあ馬場合わなかったりし、もう最後はやめてる競馬ですから、
もうこれがこの馬の力ではないですし、まあ、国内初戦、まあ、ダービーとまでは言いませんけれども、きちっと乗り込んできてね、力出せる体制まではできてますし、まあ、なんといっても阪神今週からですけども開幕週の馬場ですから、まあ、多少雪の影響が残っているとしても、まあそのヨーロッパのあんな道割れとは全く違うわけですからね、これはもうドウデュースにとっては全く問題がないというふうに思います。ここはね、今季初戦すっきりと滑り出してほしいところじゃないかなというふうに思います。タケタクシー面白くてですね、ダービー馬のメンツがあるって言ってましたけどね、はい、そんなところも注目かなというふうに思います。まあでももちろんね、エフフォーリアにはこちらには逆に言えば年度代表馬のメンツがありますから、はい、一昨年ねあれだけの競馬をした、まあちょっと去年不振でしたけども、有馬記念の5着がね早めに動いて久しぶりにこの馬らしい見せ場があった、あれが復活のきっかけになってくれるんじゃないかなというふうに思います。追い切りの動きはやっぱりね、ここ一連の中では一番良かったなという感じがしますんでね、まあ、ここはやっぱりこの馬もね本来の力を見せてほしいところだなというふうに思います。まあ、この2頭がね力出してしまうとちょっと他は水が空くかなという感じがしますけどもね、キラーアビリティはねチンチンブハイ勝ちましたけども、ホープフルステークス勝ち馬がようやくこれも復調してきたなという感じですから、まあ、素質の高さからいってやっぱり2頭に挑めるのはこの馬かなというふうに思います。それからね、日経新勝杯3着のプラダリア、これも良くなってますね。あとは末脚堅実なマテンローレオと、それからしぶといキングオブドラゴンと、牝馬ですけれどもね、いい末脚があるウィンマイティ、まあ、この7頭の競馬かなというふうに思いますが、基本的にはやっぱり一騎打ちですからね、まあ配当もつかないでしょうし、やっぱりドウデュースとエフフォーリア信じて買うならこれ1点ぐらいでぐらいのね、そのぐらいの気持ちで、うん、と思います。はい、言ってんじゃないですよ、抑えますけど大本線というニュアンスでいいかなと思います。はい、はい、最後は、土曜日のクイーンカップですけども、こちらはジャン登竜門ということでね、こちらも共同通信杯同様に最近では牝馬のねクラシックに向けてのステップレースになって、あクロノジェネシスあたりもここで強い競馬しましたしね、そういうレースになってきてます。まあ、今年もなかなかいいメンバー揃いましたけれども、僕は基本的には阪神ジュビナイルフィリーズ組がやっぱり上で、これに一勝馬がどう挑んでくるかというところじゃないかなというふうに思ってます。でしかも阪神ジュビナイルフィリーズ最先着のルーアイズではなくて、阪神ジュビナイルの前にちょっと立ち返ってみませんかという見方ですね。ウンブライルですけれどもね、まあ、やっぱ結果的に外枠で出遅れてしまったのが全てで、で直線もまあさあここからというところで挟まれてもう最後競馬してませんのでね、この内容は度外視していいというふうに思うんですね。ステルビオの妹で非常に切れ味があるということは、新馬とそれから、モミジステークスの、ね、内容を見れば分かることですから、僕はもう一度この馬を見直してみたいなというふうに思ってます。それからモリアーナ、これも阪神ジュビナイルフィリーズ人気になって敗れましたけれども、ちょっとね前半から力む面があったのと、それから今度は折り合いをつけるために下がってしまって、で最後はハイペースで失速という形ですから、ちょっと違うな競馬だった。まあ新馬勝ってる東京でゆったりとね、この馬らしい競馬をすれば本来の能力出せば当然上位かなというふうに思います。で3番手ドゥアイズですけども、こちらはね本当に安定感が抜群ですからね、勝ちきれない面があるんですけれども、それを割り引いてもやっぱりこのメンバーなら好勝負かなというふうに思います。あとはねミシシッピテソーロが、ジュビナイルフィリーズ組ですか、中山ではねちょっとごちゃついて競馬ならなかったところがあるんで、これがいいかなというふうに思います。あとは、決め手のウバルバイトですとか、スケールのあるハーパーなんですがね、穴馬の黒三角をつけたのは田辺騎手のアスパルディーコ、これも弱気でしたね。一周前乗った時にうんっていう感じだったそうなんです。あんまりね良くないと思うんだよねって言ってたんですが、ただね実戦タイプなんですこちらは。だからやっぱりアパパネの子でね、非常に能力があると思いますしね、2戦目勝った時の外からスパッと差し切った反応なんかはね数字以上という感じがしましたんでね、まあここから頭から狙っていけるという感じじゃないですが、ここで逆にねどれだけ戦えるというのがこれから先のね春のこの馬を占ってくるんじゃないかなというふうに思います。もちろんねまとめて任すだけの潜在能力ないわけではないんでね、そこも含めて、馬券はちょっと買ってね、応援しながら見てみたいというふうに思います。まあここはね僕は、立ち直ってさえくれればウンブライルの切れ味が上かなというふうに思ってますね。ここはウンブライルからという結論にしたいと思います。はい、ということでね、
もう今週の3レースは G1 に向けて本当に目が離せないんでね、今からワクワクしてますけどもね、個人的にはね、ちょっとね、国枝先生の喜ぶところも見たいなと思ってるんで、日曜日こそっと東京に行って府中で応援していきたいなというふうに思ってます。また来週です。